私もいただきます。あ、そうだ、私はウォッカとブランデーを入れてみましょう。さすがにウォッカとブランデーがなかったので、イチコと泡盛を持ってきました。それでは、とても美味しそうです。あれ、なぜ高弘さん泣いているのですか？はい、それではいただきます。はい、美味しいです。痛いと暖かいは違うような。はい、ポカポカしますね。ポカポカですね。おかわりはいかがですか？そうですか。そういえば、今日はお勉強ではないのですか？そうですか。では何を？おかわりを飲みますか？そうですか。いっぱい作ったのに。絵本を読みましょうか。そうなんですよ。今日本社に頼んでいた本が届いたのですよ。少し待ってくださいね。星の銀河というお話なのですよ。なんでも一部がまた発見されたみたいなのですよ。私もまだ読んでいないのですよ。高弘さんとこれを一緒に読んでよろしいでしょうか？でも一部だけみたいですよ。はい、それでは読みますね。昔々あるところに、年端もまだいかぬ幼い少女がいました。お父さんとお母さんを亡くしてしまった少女は、住む小さな家も眠る小さなベッドすらなく、帽子と服、そして
情け深い人に恵まれた一切れのパンを手に一つだけ持ち、寒空の街の中をさまよい歩き続けていました。さまようこの幼き少女に、町の人は誰も何も与えようとしません。温かい毛布も温かいスープも人のぬくもりも、肌寒い町は人々を早歩きにし、この少女の姿すら見えないものとするようでした。彼女はそんな町をただひたすら南の方に歩くことにしました。昔お母さんに南はいつでも暖かく食べ物がたくさんあると聞いたことがあるからです。小さな小さな少女の足ではいくらいくら歩いても南の暖かい国に着くことはありません。それどころか町の外に出る壁すら見ることがありません。信心深い少女、小さな小さな彼女はそれでも歩き続けました。なぜならば彼女のそばにはいつだって神様がいたからです。ボロボロの服の中、彼女の胸には母親が作ってくれた針金で作った十字架が彼女を守っていました。だから彼女は少しずつでも歩くことができました。灰色の空の下、少女は小さな足で一歩ずつ石畳を進んでいきます。すると道に倒れている一人の男が少女に声をかけます。ご少です、何か食べ物を与えてください、お腹がペコペコで死にそうなのです。少女は何のためらいもなく手に持っていたパンを差し出します。おじさんにも神様のご加護がありますように。彼女はたった一切れのパンを失ってしまいました。小さな足で彼女はまた歩き始めます。冷たい灰色の空の下を南へ向かって、すると少しも歩かないうちに小さな男の子と会いました。病気で寒くて死にそうなんです、何か着るものをください。男の子は言いました。少女は微笑みながら男の子に言います。神様が共にありますように。そして男の子の頭に自分の帽子をかぶせてあげました。さらに先へ進むとまた別の小さな男の子が現れました。貧しくて服を買えない男の子です。神様の心が私たちにもありますように。彼女は上着を男の子に与えました。するとそれを見ていた女の子が言いました。私にもスカートをちょうだい、だってみんなにもあげたでしょ。小さな少女は言います。はい、あなたにも神様の温かいぬくもりがありますように。やっとのことで小さな少女は町の壁にたどり着きましたが、もう辺りは真っ暗で町の外に出るための門は閉まっています。小さな少女は仕方がないのでそこで一晩過ごすことにしました。すると今度は服すら着ることができないような女の子が現れました。女の子は無言で震えながらただ少女を見つめていました。暗闇の中、誰も来ないような町外れの門、彼女はとうとう最後に身につけていた下着までその子にあげてしまいました。彼女にはもう胸に残った針金でできた十字架しかありませんでした。彼女は十字架を抱いて眠りました。ありません、原点が紛失してしまっているようですね。
はい。はい。何ですかそれ。さっきは南の国だったじゃないですか。何ですか？よくわからない話ですね。ありがとうございます。だって小さな少女を幸せにしてくださったじゃないですか。はい、おじさまの星の銀河は世界のどんなものよりも素晴らしいものですよ。面白いお話、ありがとうございます。お疲れ様です。ここは風の通り道だから気持ちいいのよ。ほら、風が来た。
なんだっけ。あ、そうそう、それだ。どうしたの旦那、ぼーっとして。そうなんだよね、高いところが心地よくって。大丈夫よ、だって世界は丸いんだから。冗談冗談落ちたりしないよ。だな。あ、そうそうそう、嘘でーす。